はい、というわけで今回はこちら GoPro 用のケースについてお話ししていきたいと思います。こちらタクティズムというブランドの商品をご提供いただきましたので開封をしながらご紹介していければと思います。こちらアルファというケースなんですが、ミリタリーテイストのデザインとなっているケースとなっていまして、 TPU 素材というものを使用した熱にも強いケースとなっています。水洗いも可能な素材を使用しています。他社製のケースと比べても材質が伸びにくいものを使用しているとのことです。それでは早速開けていきたいと思います。こちらプルトありますね。タクティズム、ブランド名ここに書かれてますね。ストラップとレンズ用のカバーですね。そしてこちらタクティズムアルファケースとなっています。早速ですがこちら GoPro の本体に取り付けをしていきたいと思います。ポリテクの裏面にしまして、こんな感じですかね。はい、こんな感じですね。ここにブランドロゴが出て結構かっこいい感じですね。ディズムロゴが出て、サイドにはモードボタンスイッチと、こちらは排水口となっているようです。画面に関してはフルオープンのスクリーンタイプとなっていますので、特に突っかえることもなく保護フィルムつけた状態でも全く問題なく使用することができそうですね。前面もこのようになっています。付属のキャップもつけてみますと、こんな感じですね。結構丈夫に外れにくいキャップとなっていますね。このキャップはおそらくですが、ここ保護カバー縁取りがされていますので、この保護カバーをつけた状態でのキャップとなるんじゃないかなと思います。以前紹介したこちらフィットスチール、この保護フィルムに付属されてきたこの保護カバーですが、こちらとはサイズが若干異なっていまして、このタクティズムアルファのケースを使用した状態ですと、このキャップがはまらない大きさとなっていますので、保護カバーをつけている状態ではこの専用のキャップを使用するのがいいかなと思いますね。ポリテク、このようにボタンを上からカバーする形となりまして、ここは穴が開いていますが、おそらく GoPro 本体のマイク収録部分がちゃんと通してくれるという形ですかね。そしてここはなんかキラキラしてますね。光沢感があってかっこいいですね。いいですね、ツヤがあって。横にモードボタンスイッチがありますが、ちょっとここ押してみましょうか。はい、このような感じで全然違和感なく使用することができますね。写真撮影、はい、このような形でボタン操作は全く問題ないですね。そしてもちろんここ横の部分ですが、ここはもう完全にカバーがされていますので、電池の抜き差しであったり USB-C の充電などはこのケースを装着している間はできないという形ですかね。ポリテク、そして底面なんですが、このような形で開いていますので、通常通り GoPro マウントを使用することができますし、またここテレシン製のマウント変換を行っていれば三脚ネジがありますので、一脚や三脚を使用することもできます。実際に取り付けてみましょう。はい、全く違和感なく装着することができますね。カバーをつけると GoPro Hero 10、GoPro Hero 9のロゴが見えなくなるんですが、逆にこれ完全に真っ黒になって結構かっこいい気がしてきましたね。ポリテク、また以前の動画でもご紹介しましたが、こちらですね、 GoPro 用のジンバル人気ファルコンという商品ですが、こちらのジンバルにもケースをつけたまま装着できるか試してみたいと思います。電源を入れます。はい、全く違和感なく使えそうですね。 GoPro 用ジンバルを装着した状態でも特に干渉することなく使用することができそうですので、例えば一脚を使用したアクロバティックな撮影をするときなどにはどこかにぶつかってしまうということもあるかと思うんですが、そういったときこそこのような保護ケースがあれば GoPro 本体を衝撃から守ってくれるかと思いますので、意外と使えるんじゃないかなというそんな感想ですね。ポリテク、それでは最後取り外しもやってみたいと思います。もちろんこれ電池カバーがここ閉じられますし、 USB-C の給電充電もできなくなりますので、取り付け取り外しが必要になるかと思いますので、ちょっとやってみます。おそらくですがここの画面部分が開いていますので、この画面の部分を押し当てながら開けるのがいいんじゃないかなと思いますね。結構力はいるかもしれないですが、どうでしょうか。お、はい、
外れましたね。ちょっと時間かかっちゃいましたが、ちょっと今外してみてコツをなんとなく掴んだんですけれども、レンズとフロント画面この部分ですね、ここを押し当てながら取り外すとなんとなく取り外ししやすいんじゃないかなと思いましたね。ちょっともう一回やってみます。取り付けですが、こう斜めに入れ込んでいくのがいいかなと思います。レンズ側の方から斜めにちょっと入れ込む感じですかね。そしてこっちの部分も反対部分を引っ張っていただいて、こんな感じですね。はい、こんな感じで取り付けができます。そして取り外しの時、ちょっとさっきやってみたのが、このレンズの部分とこのフロント画面ですね、この部分を押し当てながら、こうですかね、こう、はい、この四隅の部分が外れてしまえば取り外しができそうな感じですね。お、慣れてくると意外といけそうですね。はい、こんな感じでいけましたね。取り外しちょっと最初は苦戦するかもしれないですが、意外と慣れて仕組みを理解してくれば問題なく使えるんじゃないかなと思いますので、参考にしてみてください。ポリテク、はい、というわけでいかがだったでしょうか。今回はタクティズム α の GoPro ケースについてご紹介してみました。こちらの保護ケースですが、このタクティズムというブランド、 iPhone のケースなどを主に作られているブランドのようなんですが、全て黒で統一されているというところが個人的には結構気に入りましたね。もともとこのようなケースというものは不要かなと個人的には考えていたんですが、以前こちらの GoPro 用ジンバルですね、こちらを導入してからちょっとアクロバティックな撮影もすることが増えてきてしまいまして、そんな中で保護フィルムちょっと浮いてるのがわかるかなと思うんですが、実は撮影中にちょっと画面が割れてしまいまして、といっても割れたのは保護フィルムなので全然問題ないんですが、新しく貼り替えた時にちょっと失敗してここが浮いているという状態になっています。そんな時に思ったのが、意外とこの GoPro 本体も耐性があると言われるものの、完全な剛性があるわけではないかなと思いますので、こういった保護カバーがあればアクロバティックな撮影をする時にも意外と活用できるんじゃないかなと思いますので、数千円で GoPro を守ってくれるというところでは非常に役に立ってくれるんじゃないかなと思いました。こんな感じでカメラについてやレンズについて、また GoPro ガジェットについてなどいろんなことをご紹介していますので、もしよろしければチャンネル登録、またグッドボタンをいただければとても励みになりますので、皆さんぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。またね、バイバイ。